もできるよ。周囲の状況を確認してくれ。
はどのようなご用件でしょうか。かしこまりました。ございましたら何なりとお申し付けください。一日の終わりはやっぱりこれ、疲れがにじみ出ていくわ。この時間は誰もいないから広々と使えるし、独り占め最高。私こう見えて結構力持ちさんですから。あー、ずいぶん顎にきそうな食材ばかりだな。旅にでも出るのかい。いえ、硬いパンの方が安いし日持ちするんですよ。これをお湯に浸してお塩をかけて食べるんです。今日はちょっと贅沢して胡椒も入れちゃおうかな。どれだけ切り詰めてるの？ここに来る途中、別の町でお金取られちゃったんです。ここまで物々交換でなんとかしのいできたんですけど、やっぱり何かを削るしかなくて、ハンターズギルドに頼んで少しずつお仕事をもらってるんですけど、まだまだですから。しばらく食事はこんな感じで我慢です。はあ、早く柔らかいパンが食べたい。ごめんなさい。こんなお恥ずかしい話を。今の話、できれば忘れてください。失礼します。休みもありますよ。ただ魔物に休日などありませんから、実質ギルドの休日もないんです。それに先日皆様とすれ違っていますよ。え、そうなの？ええ、商店街で。
すぐ近くにいたんですよ、私。君のような人に気づかなかったなんて。いえ、ゼイナス様はいらっしゃいませんでしたが。いつもお会いしているのに、ごめんなさい。私服でしたので、気づかれなかったのかもしれませんね。いつも制服でずっとここにいるイメージがあるからな。それこそまさかですよ。ずっと座っていたらお尻痛くなっちゃうじゃないですか。本日のご用件は以上でしょうか？あ、そうでした。依頼を見せていただこうと。楽で報酬が高価な依頼とかってない？そのようなお仕事があったら私がやっています。本日はどのようなご用件でしょうか？かしこまりました。何なりと申し付けください。